小林清智家中川町、馬藤広重美術館は、栃木県那須郡中川町にある、町立美術館である。歌川広重の版画、肉筆画九十四点のほか、小林清智家、河村清、徳富祖法の作品や、関係資料など、約四千五百点を所蔵、展示している。中でも、天道広重十数点を含む広重の肉筆画の、所蔵点数が四十を超え、 全国の美術館でも多いことが特色である。この美術館は中川町の商店街と里山山桜に挟まれた公共性の高い土地を生かして美術館を中心とした街づくりを構想の核として馬頭町により設置され2000年11月3日にオープンした。青木東作のコレクションが遺族より中川町へ寄贈されたものが青木コレクションとして 同館所蔵品の中心作品となっている。官名の広重は青木が広重の作品を好んだことによる。美術館建物の設計は建築家の熊健吾によるもので林野町長官賞、マロニエ建築賞、村野東吾賞、第42回 b c s 賞、日本建築学会作品選賞を受賞している。美術館周辺には蕎麦屋や洋食屋、 美術館併設のカフェがある。河村洋作、梅に、鈴目1996年に、前年1月に発生した阪神、淡路大震災で被災した、青木東作の遺族から、歌川広重の肉筆画を中心とする、コレクション寄贈の申し出が、馬頭町にあったことが美術館設立のきっかけである。青木東作は、栃木県塩谷郡塾田村狭又に生まれ、 肥料店を、作産、宇治家、西那須野で営み、実業家として成功する一方で、広重の肉筆画や版画をはじめとする美術品を収集し、また、徳富祖宝と生涯にわたる交流を持ち続けた人物であった。遺族は、コレクションを一括して、所蔵を展示するところへの寄贈を望み、栃木県の援助を受けて、調律の馬頭町。 広重美術館設立が決定した。大物の浦平家の亡霊、平家の亡霊に追われる、吉爪一行、東海道53時、章の歌川広重。ありがとうございます。